国立情報学研究所は2022年11月、高性能モバイル 5G 環境での革新的な価値創生プラットフォームを目指し、先端モバイル駆動研究センターキャンドルを新設しました。キャンドルは NTT 東日本との共同研究による運営で、東北大学、東京大学、京都大学、広島大学からも研究者が参画し、 DX 推進などに役立つプラットフォームの創生を目的としています。 5G モバイルは超高速、超低遅延、多数同時接続といった特徴を生かし、ソサイティ 5.0 を支える基幹インフラとして、さまざまな分野での活用が期待されています。また NII が構築運用する学術情報ネットワークサイネットは 400Gbps の超高速ネットワークで、 5G の最高速度である 10Gbps の性能を最大限に活用できるバックボーンへの接続環境が整っています。今後展開が期待されるローカル 5G による電波の占有、アンテナの動的指向制御、通信帯域の割合変更などを可能とする高性能・高機能なモバイル環境を想定し、防災・遠隔医療・自動運転・ XR ・警備監視など多くのユースケースの蓄積や高度なアプリの開発・活用を進め、次世代の革新的プラットフォームの創出を目指します。